こんにちは、ナビゲーターの里です。辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。良くないホームページの特徴ってありますか？なるほど、はい、良くないホームページの特徴。はい、まあまあ、あるっつったらあるかな。はい、一番良くないホームページっていうのは、はい、オファーがないってことね。はい、何が言いたいのかさっぱりわからない。では、はい、オファーがないホームページっていうのは、はい、結局ただ見て終わるだけになっちゃうから、はい、基本的には、あんまりよろしくないよね。ホームページを見てそのお客さんがあなたのところに問い合わせしようっていうアクションがない場合、はい、ただ見て終わっちゃうから、はい、そうじゃなくてホームページを見たお客さんからもアクションさせるように、はい、アクションしてもらえるように何かしらオファーを用意しておく方がいいってことね。で、何度も言うようにそのオファーっていうのは無料で、はい、お客さんにとって心理的負担が全くないものを用意してあげるってこと、はい、もう無料がいいと思う。無料つもりなんて書いても誰も申し込まないからね。そんなのは対面が必要になっちゃうから、はい、だから僕は、無料の小冊子だとかっていうのがいいかなと思う。無料相談っていうのもどうかなと思う、はい、する？無料相談しないですね。しないよね、はい、多分あったとしてもメールでのやり取りとか、要はお客さん側からするといつでも断れるような状態にしておくことね。だから企業側、お店側もいつでも断っていいですよ、お客さんが断りやすいようなそのオファーを用意しておくっていうのが問い合わせを多くさせるポイントでもあるかなと思うよ。だから見積もりなんて言われたらもう契約することが前提の話になっちゃうから、お客さん怖くてなかなかやっぱりね、無料見積もりお願いしますなんてなかなか言えないと思うのよ。だからそういう意味も含めてオファーがまず必要っていうことと、はい、であとねオファーがあっても最近ねちょっとよく見かけるっていうのは、はい、あとあれスマホに対応してないっていうのはダメよ今の時代、はいはい、まあ、2つ目で今言っちゃうと、はい、スマホを対応にしなきゃダメ今のご時世だったら、はい、昔のホームページのままっていうのはあれは良くない、はい、昔のもう15年前とかで作ったような、はい、ホームページっていうのはよろしくないなと思う、はい、ホームページに力が入れてないっていうことは、要はその最新のそのトレンドじゃないけど、はい、最近の時代の流れっていうのは全く見てない人なんだなとか、古いままっていうときっとその人の考えも古いだろうし、はい、スマホで見てて見にくいままの状態なわけでしょ、はい、うん、ってことはそのお客さんファーストじゃないってことだよね、はい、うん、ホームページあるじゃないか別にいいだろ見てくれたらいいんだよとか言って言う考えの人だから、はい、そういう人のところにお客さんは頼もうとは思わないよね、はい、だってお客さんのことを見てくれない人だからね、はい、もうダメだよね。ホームページはやっぱスマホに対応してなきゃダメで、まあ、それができてたとして、はい、できたと仮定してね、オファーもあってちゃんとしたホームページがありますよと、はい、いうことをがあったと仮定して、 あとちなみに良くないって言っちゃうと、お客様の声がないっていうのもあんまり良くないと思う、はい、あってもなくてもどっちでもいいけど、あった方がいいけど、まあ、ない方が、はい、ないとあんまり良くないかなとは思う、うん、で人によっては、はい、ホームページがあって、要はペライチみたいな1枚もセールスレターって言われる1枚もんでペローンって行かせろっていう人もいれば、はい、お客様の声とか会社概要とかペロンペロンとこうタブでね、はい、次のページ次のページっていう飛ばす場合があると、はい、で賛否両論で分かれるのよ、はい、そういうふうに飛ばすなと、はい、もしお客様の声飛んでお客様の声がつまんなかったらそのお客さんも離脱しちゃうぞと、はい、そんな恐ろしいことやめろっていう人もいるのよ。だからペライチにしろっていう人もいてるわけだけど、それは商品による、はい、うん、高額商品でペライチにしたら、あ、ダメよそんなの、はい、高額商品でペライチにされたら、はい、これなんか怪しいってなっちゃうもん、はい、なんでペライチで終わらせちゃうのと、はい、高額な商品の扱っている会社なのになんでペライチなんで、ペライチが使ってるところって例えば健康食品の無料プレゼントだとか、はい、そういう安いものに対してペライチ使われてるんだ、多分そっちの方が確かに反応はいいと思うんだけど、はい、それと同じようなものを高額商品であったら、はい、あれなんでこの安いものと同じやつを使っちゃうのっていう風になっちゃうから、はい、絶対やっちゃダメ、うん、これ僕が経験した、はい、家を建てるとき考えるときに
その時僕はいっぱいホームページを見てきて、信用できる会社、信用できない会社ってなった時に、ペライチのホームページなんかで住宅頼もうなんて絶対思わへんからね、はい、絶対思わない。だから高額商品だったらペライチにしちゃダメ、はい、うん、ペライチにしちゃダメで、あのペライチに そのセールスレターとして ペライチはいいんだよ、はい、でもちゃんとタブがあって会社概要があったりだとか、はい、そのお客様の声とかそういうのいろいろあった方がいい。お客様いろいろ巡回するから、はい、会社概要は絶対見ます、はい、だから会社概要は絶対作っておいた方がいいし、普通の会社概要作っちゃダメ、はい、あえて言っちゃうとね、会社概要は素晴らしい会社概要、はい、必ずお客様見るところだから、会社概要は絶対チェックして、あの普通じゃない会社概要を作っておいた方がいい、はい、あの理念だとか、はい、社訓とか、はい、あのそんなしょうもないもの入れてもね、あのお客さんは関係ないから、はい、お客さんが欲しいものってそこの会社の理念とかじゃないからね、はい、うん、そんな素晴らしい社訓なんて、堅苦しい社訓なんて読んでもどうせそうだろうとか思ってるから、はい、普通の人そんなものよ、はい、その社訓見て感動したなんて絶対思わへんから、はい、そんなもあのちょっと強いの置いといて、はい、僕今回ちょっと言いたいのは何かっていうと、画像、はい、うん、あの画像を結構入れてる会社多いと思うのよ、はい、で要注意なのはちょっとうちのホームページもそうなんだけど、はい、あの関係ない画像は入れない方がいい、はい、例えばよくあるのがあの人のやつね、あの、はい、こうよく握手して知らない人が握手してる画像とか、はい、こう家族ぐるみでなんかこんなんやってる画像とかがあるのよ、はいはい、あれ見た瞬間分かるから、あの広告用の画像だっていうのがすぐ分かるから、はい、で例えばあの人が多い会社なのにそういうのを使っちゃったりすると、はい、あれなんでこんな画像使うの、はい、自分のところの社員さんの画像使えばいいのに、はい、なんで外人がこうわーとかやってる画像とか使うのみたいな、アフィリエイトがよくそういうことやってるから、はい、企業側がそれやるのはあんまり良くないと思う。だから普通のそこのこう例えば事務所内の写真だったりとか、はい、従業員の写真とかリアルな写真を撮っておいた方がいいと思うのよ、はい、で、その画像用、こう売ってるよ、はい、そういうの、 あの無料のやつもあれば有料のやつもあるよ、はい、そういうやつを使ってホームページ作ってもいいんだけど、あのなるべく自分自身を出した方がいい、でなるべくそういう写真は排除して おいた方がいいかなと思うのよ。特に人と人との人を写す場合ね、こう握手してるやつだとか、あのこうなんかビジネスでこうパソコンカチャカチャやってるシーンとか、外人が写ってたらこう絶対外人いいひんやんって話やんか、そこの会社に絶対いいひんのになんでそれ写すのって話やん。だったら汚くてもいいから、あの少なくてもいいから、あの人がね、人が少なくてもいいし、例えばその事務所が汚いからっていうのもあるかもしれないけどね、古いからと、はい、あるかもしれないけど、なるべくその人従業員とかリアルな写真を写しておいた方がいいと思う、はい、うん、リアルじゃない写真はねぶっちゃけいらないかな、うん、例えば YouTube とかもまあリアルじゃない、はい、うん、後ろ背景をね、あの、はい、変な風にもしてないし、はい、あのそういうリアルなのを写していった方がいい。だから、はい、画像は結構要注意かなと思う。企業側があんまりそれしない方がいいような気がするのよね、はい、うん、あのアフィリエイトのやってる人たちと同じような写真になっちゃうから、はい、なんかねせっかくのホームページがもったいないなっていう時があるから、はい、例えば作業場だとか、はい、そういうのをなるべく写してあげた方がいいんじゃないかな。一眼レフで撮ればね、綺麗にこう背景もボケるし、はい、今これ撮ってるの一眼レフで撮ってるからね、はい、あの 今はキャノンの EOS80D っていうやつと、はい、一眼レフじゃないわ、あの単焦点レンズ、はい、シグマの単焦点レンズ F1.4 かの、はい、ね、ちょっと明るい目のレンズ使ってるから、はい、こういうので撮ればものすごく綺麗に映るし、背景がボケるとなんかこうね、神秘的なすごいいい感じに撮れるから、はい、画像に関して言えば僕はそっちかなと思う。だから良くないホームページ、良くないっていうかもったいないホームページは、はい、あの広告専用の画像を使っちゃってるってことね、はい、うん、あの外人さんとかそういうあるじゃない、はい、そういうの分かるでしょ、だってホームページ見てて、はい、あこれ自分のところの画像じゃないなとか、はい、分かるじゃない、はい、ああいうのはあのもったいないと思う。大きな会社であればあるほど、
うん、せっかく自分のところで撮れば、はい、絶対あのおしゃれだったりとか従業員とかのね写真を撮れば、あの下手でもいいのよ、はい、変に撮っちゃうとこれ宣伝用の写真みたいな、せっかくの社員さんの写真やのに、はい、なんか宣伝用の写真かと思われちゃう風のももったいないから、そういうのはなるべくなくして、こうリアルな生の写真っていうのをやった方が個人的にはいいと思う、はい、うん、個人的にはね、うん、だからあのホームページの画像はちょっとあのへなんていうの、買ってくるやつっていうのはあんまりやめた方がいいかなとは思うな。例えば本とかだったらいいと思うよ、はい、顔が写ってる場合ね、はい、顔が写ってる時にせっかくいらっしゃるのに従業員の人がそれを全部やめて、あのね、広告用の画像を引っ張ってきて、はい、みんな不自然な笑顔でニカーとかでやってるやつとか、はい、ね、あの外人が写ってるやつとかっていうのは、はい、あのいまいちかな。ブログは別だけどね、はい、ホームページでよ、企業用のホームページでそれを使われるとあれってこうマイナスになっちゃうから、はい、それはちょっと 言いたいかなと。画像ね、画像です、はい、だからあのなるべくリアルなやつを、はい、あのやった方がいいと思います。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。